こんにちは。若い方々の、素晴らしい曲の後に、罰ゲームのようなおじさんとおばさんが追い抜いてしまいましたけれども、今日はですね、震災のことを少しこう考えていただきたくて、私が、地震が起きてからいろいろなところに発表した震災の新聞を読ませていただきます。実は私の娘も仙台市の若林区で被災しまして、あの荒浜のすぐ間近で、被災してしまいました。あのチラシの表が、その娘の被災した近くの荒浜の状態で、その心配で駆けつけた時に撮影した詩であります。震災が今日の日が近づくにつれて、テレビのたくさんの特集があったと思いますけれども、その中に、昨日もテレビで、紹介されていましたが、南三陸町の遠藤美紀さんのこと、皆さんもご存知でしょうか。私も震災直後にそのことを知りまして、もう流行るように詩を書きました。そして去年の6月に東京で発表して、そして11月の国民文化祭でも発表いたしました。その詩を2人で読みますので、ぜひ聴いてください。私たちの東北地方には皆さんも地元の方が多いから分かると思いますが、天然湖、天で湖という言葉があることをご存知だと思います。津波天で湖という言葉は非常に今回有名になりました。それぞれの命名で、今回の地震もそれぞれで勝手に自分の命は自分で守ろうというその教訓だったと言います。私、この遠藤美紀さんのことを知ってですね、そのことを強く感じました。それでは読みます。命天然光、南三陸町遠藤美紀さんのこと。たくさんの人があなたの声で救われたと。でもお母さんは自分も早く逃げてほしかったと。離断の主人公になろうなどとは思うはずもなく、なる必要もなく、だから天然湖で生きてほしかった。あなたのことを思うと、66年前の終戦前夜、樺太駒岡郵便電信局電話交換史上、ソ連軍侵攻での緊急疎開命令の中にあっても、通信という大事な職務を最後まで遂行しようとして、ついに命を絶たれてしまった県民の乙女たちの姿を重ねてしまいます。時代も状況も違えど、誰かのために、みんなのために、その瞬間を必死で生きる。美紀さん、ありがとうとしか言えないけど、それでも、それでも天然湖で生きてほしかった。ただいま、ただいま、津波が襲来しています。高台へ避難してください。海岸付近には絶対に近づかないでください。ただいま、ただいま、津波が襲来しています。高台へ避難してください。宮城県南三陸町基地管理課職員、遠藤美紀さん、24歳、新婚9ヶ月。前の晩、お母さんとこれからのこと、いっぱいいっぱい話をしたんだってね。9月には披露宴の予定だったもんね。あの日、目の前で流されていく巨大津波に流されていく町に向かって、懸命に避難を呼びかける防災無線スピーカーからのあなたの声、この私にも今、この
会場にも今しっかりと届いていますよ。海の底にいる母ちゃん、1月1日の夜明け前に翔ちゃんと津波の跡がまだ残る荒浜海水浴場に行った。水平線から太陽が昇ってくると翔ちゃん、ほら目が母ちゃんだと言った。僕は夏と父ちゃんの手をぎっと握って岩礁の日の出に胸広げ真正面に立った。母ちゃん、今も海の底にいる母ちゃん、僕こんなに元気だよ。今年の夏はもっと泳ぎ上手になって必ず会いに行くからね。母ちゃんはきっと海の中の瓦礫で乳牛場を作って乙姫様になっていて、あっちよく来たねって一緒にヒラメの踊りを見て笑うんだ。なにこれ、おとぎ話じゃんって。帰りにはまたおいでって。玉手箱。箱の蓋は僕、大人になるまで開けないよ。母ちゃん、あの日から海の底に行ってしまった母ちゃん、僕絶対会いに行くからね。仙台市若林区荒浜、暮らしの形跡は建物の基礎だけだった。防潮林の松の木が日光を抱えたまま瓦礫と一緒に天畑に散乱している。警察の許可を得て地区に入ったその日、空は真っ青で春風が心地よく、あの日とは違う穏やかな白波の音だけが何事もなかったようにさざめいている。夏は海水浴場でにぎわうこの地はすっかり荒野と化して、子供たちの歓声も消えてしまった荒浜小学校だけがポツンと、それでも流されてなるのかと非常に、しかしかろうじて立っていた。ああ、いまだ戻ってきていない荒浜の暮らし人よ。手を合わせると聞こえてくる救いの声、波間を飛ぶかままよ、うちの子を見つけたら教えておくれ。いまだ潮の引かない泥田の中に咲いたタンポポよ、その下に恋人が眠りついたら花びら激しく震わせ教えておくれ。母さん、僕はここにいるよ。愛しい人よ、私はここよ。ああ、救いを求める声でこの地は今も充満している。そんな瓦礫色の風景に黄色い一塊の花畑、菜の花が咲いている。ありがとうございました。どうもありがとうございました。